よもぎくんのお部屋に中二階を取り付けました。2階にするとよもぎくんでは高いので少し低めにしました。しかし付属品の階段は隙間が大きくてまだ手の小さいよもぎくんには登るのが難しそうなので階段を作ります。実はこの中2階よもぎクライミングで高いところに登るのを防止するためのものです。ケージの一番上まで登ると降りるときが危ないので取り付けました。ケージも3段から2段に減らしました。段ボールで階段を作ります。それまで遊んでてね。カピさんは寝ていますね。残念。探検が始まったようです。よもぎくんはカピさんが気になるみたいです。遊んでほしいのかな。カピさんはご高齢だから遊ばすに行っちゃいましたね。よもぎくんにはまだ無理なようですね。さすがにキッチンは高すぎるよね。登ったけど降りるのが怖いみたいです。窓際で日向ぼっこかな。視線の先にはカピさんがいるようですね。段ボールの階段ができました。やっつけ仕事でごめんなさい。使ってくれるかな。ガジガジされてますね。今日もたくさん遊んだね。おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。